コールレーンフットボールクラブは北アイルランドのロンドンデリー兼コールレーンをホームタウンとするサッカークラブ。1927年6月20日、ライバル関係にあったコールレーンオリンピックとコールレーンアレクサンドラの合併によりコールレーン FC が創設され、クラブは1927から28シーズンのアイリッシュフットボールリーグに参戦した。同年8月20日、 クリフトンビル戦でリーグデビューを果たし4から1で勝利した。最初のシーズンの最も注目すべき試合は当時リーグ戦70試合連続負けなしだったベリファストセルティックに3から2で勝利した試合である。コールレーンは26試合12勝3分11敗の成績で6位だった。1931から32シーズンはバリーメナに3から0で勝利し、 クラブ初のタイトルとなるゴールドカップ優勝を果たした。1961年夏、バーティー・ピーコックが新監督に就任した。ピーコックは現役時代にセルティックで首相を務め、北アイルランド代表として 1958FIFA ワールドカップでチームの準々決勝進出に貢献した。 1965年4月24日、1964から65シーズンのアイリッシュカップ決勝でグレナボンに勝利し、初優勝を果たした。この結果、クラブ初の欧州カップ戦となる UEFA カップウィナーズカップ1965から66に出場し、1回戦でディナモキエフと対戦した。1971から72シーズンは、 アイリッシュカップ決勝でポータダウンに勝利し、2回目の優勝を果たした。1973から74シーズンにはアイリッシュフットボールリーグで初優勝を果たした。シーズン終了後、ピーコックは13年指揮したコールレームの監督を退任する意向を示した。1987から88シーズンはアイリッシュリーグカップ決勝でポータダウンに勝利し、初優勝を果たした。 クラブ創設75周年の2002から03シーズンはアイリッシュカップ決勝でグレントランに勝利し通算5回目の優勝を果たした。出展出展。ありがとうございます。